こんにちは。パラディンダンス。移動する用意はできたか？まだ。まだできんよ。てか、弾がいつか尽きるんだよな。あの、40ミリ弾、45口径もいつか尽きるぞ、これ。さ、ろくなもんがねえな。でも。警察署の中っつったから、いろいろありそうな気もしたけど。あ、なんかある。うん。まあ、この辺のダクトテープとか持っとくか。他は？駐車場。他には？手錠、拡張器、10ミリ弾、ショットガンシェル、火炎瓶、ダッドアウェイ。お、なんかいろいろあるね。試験金、試験、スティンパック。うん。手錠、モンキーレンチ、ジェット。他なんかあるか。キャップ箱、灰皿。まあこんなもんか。まだあるかね。ちょっと探してみよう。もっとなんか武器保管庫みたいなのないのかね。保管庫みたいなのがありそうなもんだけど。うわーお、これひで。警察署なんか いつ機能が停止したんだろうこれね。もうしばらく機能してなさそうな雰囲気だよ。2階とかあるのか。わーお、銃か。10ミリピストル、スティンパック。あ、45口径。たった10何発か。フュージョンセル。ん？フュージョンセル。停止したディスパルサー、無線アクション、火炎放射燃料、グラス。無線も壊れてんのか、これが。なるほど。こっちの部屋も見てみよう。空のミルクボトル。2階に行ってみるか。この上は？ケンブリッジ。これが上だね。じゃあ、とりあえずもう準備はできたって言ってみるか。以上、いろいろしててもしゃがね。しょうがないし。パラディンダンス。移動する用意はできたか？オッケー。準備完了よ。素晴らしい。ついてこい。遅れを取るなよ。あ、一緒に行くんだ。お、かっこいい。強そうだな。ダッシュで行くんだ。オッケー。みんな行かないんだ。じゃあニックと俺とパラディンダンスで行くってことか。ワンワンの方がいいな。ドッグミート連れてこようかな、やっぱり。なんかドッグミートの方が良くない？かわいいんだけど。どうしようかな。仲間はちょっと精査しないとな。ん？あ、いる。どこに行くんだよ。パラディン。おしゃべりをしている暇はない。オッケー。あ、それ欲しいな、なんかそれ。この通りを行こう。ついてきてくれ。了解。なんかいそうだけどね、絶対。あ、でもいないね、全然。シュートに出ちゃったよ。アークジェットだ。あ、こんな行きやすい場所があったんだ。ケンブリッジに救うフェラルの大群を避ける必要がある。警察署から遠く離れるのは危険ではあるが、送信機を稼働させることが何よりも優先だ。オッケーオッケー。本来は我が責任において部隊を再配置しているところだが、今回はスクライブ兵連がエリア内に不審なエネルギー数値を発見している。調査が必要だ。あまり長続きしないことと、高度な難しい日本語はやめてもらえますか。周波数の放送だということ以外はよく分かっていない。誰が、あるいはいかなる存在が作り出したにせよ、こうしたエネルギーは潜在的な脅威となりうる。我々の目的はその調査にある。なんかいないか向こう。おい、なんか向こう立ってるぞ、人が。レーダーじゃないか。おい、ちょ、な、何突撃してって。おい、普通に突っ込んでったぞ。リーダー同士がやり合ってんだ。他に誰もいないとは、あそこだ。
しになんねん。すごすぎるな。レイダーアーマー、レザーアーマー、あれはいただいていこう。なんか良さそうなけなだけ拾ってっか。うん、連邦を訪れたのが我が警察チームが初めてではないと知って驚いた。テクノロジーを収集するこんなもんでいいや。この7年間に BOS から2つの部隊が派遣された。最初の部隊は大成功だった。大戦以前の貴重な品々や歴史文書をたくさんの箱に詰めて持ち帰ったのだ。うん、次の部隊はそこまで幸運ではなかった。到着してすぐに連絡が途絶え、以来その消息は聞こえてこない。我が部隊においてはこの見捨てられた地に4人の仲間を奪われた。到着した瞬間から餌食になるべく定められていたのだ。敗北を味わったとて尻尾を巻いて逃げ帰るつもりはない。行方知れずになって終わるとしてもだ。かっこいいね BOS さん。うん、なんかここまで行けるんだったら普通に走ってダッシュで飛行船のところ行くのもありだと思うんだけどね。俺はやっぱ怪我してる人はいるから呼ばなきゃダメなのか。おい、なんかいるぞ。聞こえたか。全部パラディに任せりゃいいんじゃね。全部弾けとんだよ。もうなくなっちゃったよこれ。もう敵がなんか分子みたいなのに誘拐されたわ。なんだこの音は。あ、ヘリじゃん。おい、パラディヘリ飛んでるぞ。あの無線とかいらないんじゃないのあれ。あのヘリ捕まえれば。オッケー。なんかあれになんか合図送ればいい気もするんだけどね。そういうものじゃないんだ。もうロマンとかかな。はい。パラディンダンス。いいか、よく聞け。OK。静かに巧みに行動するんだ。ヒーローごっこや教本通りのやり方はなしだ。分かったな。なんかあっちに呼びかける方がいい気がするんだけど。うん。OK。分かった。分かったわ。素晴らしい。忘れるな。第一目標はディープレンジ送信機だ。了解。気を散らすな。それと武器は下ろしておけ。流れ弾に当たりたくはないからな。失礼な。てか思ったけどさ、そろそろちょっとこれなんかやっぱりちょっと顔見たくなった。顔見たいわ。行きましょう。レッツゴー。またグールだらけなんだろうな。どうせ目に見えてるよ中がどうなってるか。あるとして、その蓋に最後の釘を打ち込んだのは企業の連中だよ。奴らは自分の利益のためだけにテクノロジーを悪用し、私腹を肥やし、その行為に伴う被害を起こし、この破壊の跡を見ろ。自動警備システムはすでに始末されたようだ。それで BOS がやったのか。 BOS の手によるもの。残念だが違う。見てみろ。空の薬莢はおろか、血の一滴すら見当たらない。インスティチュートの人造人間に襲われたんだ。隣にいますけど。人造人間が怖いの。用心するのと怖がることの間には大きな差がある。今は先を急ぐ。今そのセリフ、そのセリフちょっと俺欲しいな。用心するのと怖がることには差があるか。乱雑の極みだが、まだいくつか BOS が興味を持ちそうなものを持ち出せそうだ。ことを済ませたら後の相当及び回収作業のためにこの場所を記録に留めておかねば。了解。行き止まりのようだ。そうだね。ドアを開ける方法が見つかるかどうか試してみてくれ。私は辺りを見てくるとしよう。どこ開けるって。ドア開ける方法を見つける。なんかないの。なんだっけ、ターミナル。明らかにこれですよね。このターミナルで。これをハッキングすることはできない。できないか。何かしら方法はないものか。
ラボの分析者のターミナル。パスワード変更。通知、パスワード管理。うん。アークジェットのラボのパスワード。QIB3N。これでできんじゃね？はい。ああ、もうこれ QIB3N って入れたんだ。くっそ、しょうもないな、マジで。マジで余裕だな。敵のセンサー読み取りを受け、人造神殿の待ち伏せだ。撃て。あの、ミスシュート友達なんだけどな。怖っ怖っ怖い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 。来るな来るな。最後だと思う。よし。ショックバトン。だってフュージョンセルだけちょっと回収しとこう。誰か戦闘を。わあ、何してんだお前。うわ、何？ What's this？ あ、これはなんかあれか。移動を検知。評価深いですね。もういいや、もう全部任せよ。敵を攻撃中。全部任せますわ。よし。よし。痛い。ちょっと頼むよ。パラディン。嫉妬も汗をかいて。書こうと思って書けるわけじゃないんだ。まあ、こっちも人造人間なんだけどね。なんやかんやこれ敵全部人造人間じゃなくなんだ悪者は。オートマチックインスシュートピストルが多分持ってるんだけど。敵をまた捕らえた。やった。よし。オートマチックピストルはもうあるし。うわあ、ひどいことになってんな。フォーカスインシュートライフ、これ持ってないな。もらっておこう。フューズ、クリップワイヤー解除。よし。テスラアーク解除。なんかいろいろもらったぞ。なんかあんのかな、こっちは。キミストリークラフトシチュエーション。大きな道具箱解除しましょう。よし、開いた。やった。荷物重すぎか。ちょいとうまくやりすぎだ。お、持ってくれ。ニック。聞いているよ。そこで待って。行こう。から動かないでいいよ。取引。聞いてくれ。まあ、何渡しとくか。ピストルとかいらないんじゃない？渡しとくか。エコノミーワンダークル、ガスバーナー。カミソリオークスクワットも渡しておきます。ショックバトンもこれでいいだろ。あとはただ特になさそうだね。先を急ごうか。どこ行ったっていうか、急ぎすぎ、行き急ぎすぎじゃねえか。ちょっとゆっくり探索していこうで。あ、リボルバーライフル、ショートパイプリボルバーライフル、なんだそれ。後で確認するか。武器作業台クラフト。でもな、まだなんかあれがないんだよな。全くネジ木材とかその辺が。ちょっと後々だなこれは。新型パラポラ、あ、これいいのか。標準パラポラ、スタンダードグリップ、中高なし、電気アンテナ。おお、ちょっと物がない、物がない。もうあそこでもう家に帰ってクラフトすりゃいいよ。ここでわざわざしなくても家に帰ってでいい。家というか拠点だけどね。急ぐね。忌々しい人造人間どもが侵入している。全部俺らがやってんじゃん。でもそれ全部駆除。注意を怠るな。前方にタレットを確認。じゃあよろしく。問題があそこだ。目標沈黙。すげえな。待て、探して。わあ。真空管とマシンガン。真空管もらっとくか。真空管もらっときます。フューズ。荷物が多すぎて走りません。
ク、あ、そっか、ニックあれだ、もし置いてきちゃった、ニックしまったな。サブマシンがちょっと落としとこう。マシンが落として、おい、ニック、ニック、あれ、ニックどこ行った、ま、マジ置いてきちゃった。パラディンダンスについていく、おい、ニック、おい、ニックどこ行った、マジで、おい、ニックどこ行ったんだこれ、あれ、マジどこ行った、ニック、あ、いたいたいた、何しとるんねん、行こう、ニック、おニック行こう、おい、あ、ニック消えた、後ろ、ニック、な、何それ、なんか武空術かなんか使ってんのそれ。とりあえずパラディンダンス追っかけるぞ、ニック、ニックの武空術やべえな。はいはい、行きましょう行きましょう。でこっちか、今度はサンマシンガンはもういいや、置いてくよ、もうそのまま。前方にエンジンコアを確認。そう、ダンス、今はダンスしている時間はない、先に進まねば。じゃあ行こう、任せるよ、開ける。ああ、この先はあれなのか、中エンジンコアになってんだね。で、お、足元に気をつけろ。はいはい、この辺りには電気が来ていないらしい。おお、これはなんだ、送信機があるのはコア最上部の制御室だろう。うん、どうもエレベーターは死んでいるようだな。上にも行けないぜ。今は先に進んで施設の電源を回復する方法を探さねば。見てみろ、スクライブたちがここで派手にやったようだな。いや、ケロックの服ってそういえば着てなかったな。ケロックの服相当強いんじゃね、これ。あ、ケロックの服超強いじゃんこれ。しかもかっこいい。ケロックでいいよこれ。ほら、かっこよくない？ケロックの服超かっこいいじゃん。俺ケロックになろう。どこかに予備電源があるはずだ。予備電源？主室のメンテナンスエリアを探してみてくれ。はい。私はここで後方を見張っている。またそういう役目ですか僕。ジャンクジェット。すごい。なんだこれ。取る。R でジャンクジェットにアイテムを装填します。あ、あれか。ちょっと使ってみよう。ジャンクジェット。おう。あ、これで装填するのは、ひしゃく、タバコ、スプーン、ドライバー。これでいいや。ちょっと試してみたいな。試し撃ち。ほう。マウス1を長押しでちょっとチャージします。フルチャージをする最大のダメージ。なるほど。ほう。もういいよ、もういいよ。一回しまおう。荷物が重すぎ、ちょっと、ね、バレンタイン。何か探し物か。何持っててもらうか。インシュートライフルとか持っててもらうか。あ、ニックも持てないのか。カミソリオークスクワッターっているのか。てかそもそもなんか武器がこんなにいらないけど、ショックバトンとかいらないでしょ多分。この辺ちょっと捨ててっか。フラグジライ、ロングガンマセリ、この辺いるよな。もうちょっとなんとかしてからくれよかったな。ハッキング、マウスしてパスワード候補を選択します。選択したパスワードが間違ってるとターミナルパスワード一致した。
あ、間違った。やった。あ、ほいよ。やった。はい。はい、オッケー。エンジンコアの電力を回復。なんか打ち合ってるぞ。ショートパイ、使ってみるか、ジャンクジェット。サーマルエンジン、燃料供給完了。ちょっと待って、布、タバコ、不要済みのオイル缶、歯ブラシ、鉄、骨。命令待機状態に入ります。おい、殺させてくれ。どこに行きました？ちょっと待って、何何何。